はい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 、皆さんこんにちは、ガミです。僕は今青森駅に来ています。今回はこの青森駅から伸びている津軽線に焦点を当てて動画を撮っていきます。で、津軽線っていうのは、津軽半島を走っている鉄道路線なんですけど、じゃあまずはその津軽半島にふさわしいゲストの方が来てますので、ゲスト紹介します。吉井くんです。はい、津軽半島にふさわしいのかどうかよくわかりませんけど、はい、よろしくお願いします。はい、今回津軽線ということで、動画を撮っていくわけなんですけど、津軽線って現在蟹田から三前の区間が運休になっているんですね。そうですね、はい。詳しい理由とか、現状どうなっているかっていうのは後ほど紹介しようと思うんですけど、じゃあ今回はその津軽線を、紹介していきたいと思います。宣伝です。インターネット通販サイトのホビーサーチでは鉄道模型、プラレール、ミニカーやプラモデルを中心に豊富な品揃えで皆様のクリックをお待ちしております。初心者の方でも安心、まるでカタログのようなサイトは見るだけでも楽しいこと間違いなし。あなたが欲しいと思っているものがきっと見つかる。ホビーサーチのリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひお気軽に覗いてみてください。はい、ということで、大隅君に運転していただいて、今津軽線の沿線を走っています。はい、まず早速なんですけど、大隅君、その津軽線ってどんな路線なのか、大まかでいいんで、ちょっと説明もしできたらお願いしてもいいかい？そうですね、まず津軽線、起点は青森駅から、終点は三前駅まで結ぶ路線、ね、うん、で現在は蟹田駅までは電車が走っていて、そこから先は機動車のみが走っているという感じで、はいはい、ね、で、はい、電化区間は蟹田の一個先の中尾国まで、そこから先は、旧海峡線、現在は、貨物列車等が走ってますけども、それが復帰する、はい、感じで、そっち方面が、電化されて、そこから先の、津軽線は、電化されてないと。そうだね。はい、で、その中尾国を越えた先に、津軽二俣かな、っていう駅がありまして、その駅が、新幹線の、奥津軽今別駅の、そうだね、接続駅になって、はいはい、いう感じですかね、はい、大まかに言うと、はい、そうだね。で、そんな津軽線なんですけど、2022年8月に起きた、集中豪雨の影響で、現在蟹田から三前間がこれ、運行休止になっているんですね。そうなんですね。で、もう今2023年の8月なんで、もう運行休止になってから、もう1年ぐらい経つということになってます。はい、で、津軽線ってこれ実は結構鉄道の路線の中でも重要な路線なんだよね。そうだね、重要な路線ですね。そう、なぜ重要かっていうと、さっき大隅君も説明してくれた通り、旧津軽海峡線の、区間に含まれていて、本州と北海道を結ぶ、貨物列車が今でも頻繁に走っている路線になってるわけだと。そうですね、いうことですね。はい、だから津軽線は北海道と本州を結ぶ物流においてはなくてはならない存在なわけですよね。そういうことですね。はい、そんななくてはならない存在なのに、なんでこんな休止期間が1年も長く続いているかっていうと、津軽線って一口で言っても北と南で全然印象が違うわけなんですよね。性質が全然違いますからね。そう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 。で、南の区間は貨物列車がたくさん走ってるけど、北の区間は全然そうじゃないと。そうですね、貨物列車も走ってないし、そう電化されてないから電車も走ってないと。そう、言ってしまえば、秘境路線になってるっていう、2つの側面を持ってるのがこの津軽線ということで、ですよね。そうですね、都市間の大動脈になってるのが南側、はい、北側がローカル線かみたいなということですね。ですね。はい、で、今我々が向かっているのが、その北と南の境界駅ともいえる蟹田駅ということですね。はい、じゃあ現状蟹田が今どうなっているのか、実際にちょっと見ていきたいと思います。はい、ちょっと風が強いんで待合室で撮ってますけど、はい、蟹田駅のホームにやってきました。おそらくどうですか、蟹田駅のホーム。そう、ホーム長いんですね、すごくね。めちゃめちゃ長いよね。めちゃくちゃ長いです、っていう、理由なんですけど、もともとこの蟹田駅って普通に在来線の特急が停車した駅だったんだよね。そうですね。そうそうそう。北海道新幹線が開業する前は、在来線のスーパー各省とかの列車が、ほぼ必ずこの蟹田駅に停車してたと。
そうで最長は9両編成とかあったんで、そうですね、そうだから結構その時の仮田駅はまあ普通に特急停車駅だったってことですね。そうですね、はい、で現状はどうでしょうか。現状はどうかっていうと、まあ、定期列車は、うん、まあ青森側は、うん、まあ普通列車どうなんですか、2両編成とか。そうだね、なのかな、うん、で一方、まあ、今休止してますけど三前方面は、はい、まあ、機動車、まあ、基本は1両なんじゃないですかね、うんうん、まあ増結するのもあるのかもしれないですけど基本は多分1両だと思います、うん、そうだね、うん、で電車が走っているこの蟹田以南の区間は、うん、まあ、今でも普通に鉄道が走っていると、はい、そうですがこの蟹田から先の三前方は、今現在休止になっているということですね。はい、で我々が訪れた時は、まあ、なぜか分かんないですけど、あの、まあ、機動車 GVE400系っていう、あの多分この先の民前型で使われる車両がなぜかいたんですけど、 なんでだろうね。なんでだろうね。ちょっとなんか雨で分かりにくいんですけど、はい、奥にこれ河川柱がたくさん立ってますね。立ってますね。そう、ここが、まあ、中尾国信号場ということで、貨物列車は、ここから、津軽海峡線方面に入るというのと、あとは民前方面の津軽線が分かれるってことになってますね。そうですね。そうなので、我々が辿っていく津軽線の電化区間はここが最北っていうことになります。はい、でもう間もなくすると大台駅っていうところがあって、ここが、津軽線もう単独区間になってるということなんで、その状況を見ていきます。はい、蟹田から、鉄道でいうと2駅先の大台駅っていうところに来ました。はい、今この大台駅っていうのは、まあ、休止期間なので鉄道は来ない駅になっています。はいはい、でちょうどここは待合室になっているんで、はい、ちょっと入ってみるか。開いてんのか、そもそも鉄道来ないですけど、あ、開いてんだ。おお、ちょっとじゃあ行ってみますか。おお、うん、まあ、雰囲気的には鉄道が走ってた時代と変わらずっていう感じかな。そうですね。そうだよね。で時刻表とかもまあ一応普通にあるし、本数が何本かというと下り列車は1日たった5本しかなかったんだね。そうだね。上りも5本っていうことで、まあ本数は非常に少ないということですね。ってことですね。はい、まあ、バス以外にもこうやってワンタクっていう、あの1回500円っていう、まあ、金額で、まあ、呼べばタクシーみたいな感じで、乗用車が、この区間の駅を、まあ、行ってくれるというサービスも用意されています。いや、雨やばくね。雨やばいね。これはちょっとすごいよ本当に。今我々が撮ってる時も台風がちょっと近づいては来てるって言ってですけど。そうですね。まあ、1年前の今もこんなような状況あったのかな。まあ、そうだね。やっぱこの時期ってやるとやっぱね、大雨が結構になる。そうだよね。いや、今以上だったのかもしれないよね。そうだね。はい、大台駅の一つ隣、津軽二俣駅っていうところに来ました。はい、ここもまあもちろん鉄道はもう来ないっていうことですけど、じゃあちょっとなんか行けそうな感じだよね。そうですね、一応あの立ち入り禁止とかの措置は取られてないみたいなんで。そうだね、うん、じゃあちょっと行ってみますか。駅のホームに、はい、よいしょ。はい、こんな感じになって、お、まあ、駅構内は除草されてるのか、うん、たまたま草が生えてないのか分かりませんが、うん、まあ線路内はそんなに草が生い茂ってる感じではない。そうだね、ただ向こうの方はもう結構草が生えてしまって。あ、本当だね、うん、だいぶ草が生えてるという感じですね。はい、こっち側が蟹田方面ってことですね。ですね。はい、でこの津軽二俣駅なんですけど、あの最大の特徴と言っても過言ではないのが、これまさかのこれ新幹線と併設されてる駅なんだよね。そうなんですね。ここは新幹線の乗り換え指定駅なんですね。そうだね。まあ左奥に見えてるこれでっかいのが、これが北海道新幹線の奥津軽今別駅ということで、これがね個人的に興味深いなと思ってて、まあ先ほどこの津軽線は南と北で様相が大きく違って、で北側がこうやって普通区間になってるっていう話をしたじゃない、うん、そうで新幹線との乗り換え駅っていうとなんかやっぱり結構まあ大きな駅というか、そう、まあ、それこそ主要な駅の方に含まれてそうなイメージはあるん
けど、それがあの北側のね、あの普通区間にこの乗り換え駅があるっていうのが個人的に非常に興味深いなと思うんですよね。そうですね、うん、そうだから新幹線から今は津軽線に乗り換えることはできないできないということになってますね。はい、まあ1年鉄道が通ってないってことで線路ももう結構錆びてますね。うん、錆びがこんな感じで目立っているという感じです。はい、で駅の奥側は、草が生い茂っています。はい、こちら新幹線の奥津軽今別駅ということですけど、あのまあやっぱり北海道新幹線最近できた新幹線ということなんで、まあ、まずめちゃめちゃ綺麗、まあ綺麗ですね、うん、そうすごく綺麗だし、まあ、この駅舎自体も、まあ、結構この見晴らしがいいところにあってかなり立派なものになってますね。はい、はい、まあ、この立派な新幹線の駅と乗り換えられるはずの津軽線が今はこれ休止しているっていう、このなんか差が結構あるなっていう感じがしますよね。なんかそうですね、このギャップがすごいですね。こんな立派な駅と、ね、うん、前がちょっと見えますけど、うん、かなりね小さい、まあ、津軽二俣駅と、うん、そうだね、はい、そう片谷新幹線片谷、まあ、九州駅って感じですね。ですね、はい、じゃあ続いて、終着の三厩駅、こちらも行ってみましょう。はい、しばらく車を走らせまして、津軽線の最終地点三厩駅まで到着しました。もうすぐこれ三厩のマヤってこれむずいね。いやこれ読めないですね、これ。どこだっけ、なんか東部のどっかね、別のところに千枚屋っていう駅もあるんですけど、同じでのね、うん、まあまあ、まずもって読めないですよね。読めないよね、うんうん、ただやっぱここが終着駅だから、この三厩のやっぱ知名度って本当全国的なものだよね。そうですね、はい、まあじゃあ今ここ終着駅鉄道来ないってわけですけど、まあどうなってるのか、じゃあちょっと中実際入って見てみましょう。はい、よいしょ。あー、なんか懐かしい感じが。実は我々一回ここ三厩駅って鉄道で来たことあるんだよね。ありますね。何年前だっけ。もう7年前だったことになりますけど。7年前か。2016年の9月に1回来てるんで。そうか、その時はまだ普通にキハ40が現役で走ってましたけど。そうでしたね。そうだ、で来てあの列車で折り返してきた記憶があるな。そうだね。なるほど。ちょっとじゃあ駅のホームとかも行ってみますか。わあ、なんか本当に本州の果てって感じがするな。そうだね、三厩駅一面二線だったけど、こっち側のホームはこっち側の線はもう使ってなかったのかな。そうみたいだね。そうっぽいね。なるほど。で反対側はこれはもう本当にここから先鉄道は伸びてなかったんで、もうすでにジャングルになってるってことですね。まあ三厩駅っていうことですけど、津軽線がもう運行休止になって1年が経つわけですね。はい、まあ、当然ながらやっぱり鉄道で復活してほしいっていう地元の意見は結構根強くて、復活を希望する声とかもかなり多いんですけど、まあ、やっぱり現状はまあうまくいかないっていうことなんですね。はい、まあ、なぜかっていうと、まあ、まず復活させるのもお金がかかると。JR 東日本の調査だと、復活させるのにまあ大体6億円かかるっていうことですね。はい、まあ、6億円かかって、まあ、人がたくさん乗ればいいんですけど、まあ、実際のところそうではない。もともとこの津軽線が鉄道で走っていた時代の営業係数、あの100円稼ぐのに経費がいくらかかるか、その数字が、8500円ぐらいだったってことですね。8525円だったかな、うん、はい、8525円、まあ普通に考えて大赤字なので、JR 東日本としてはこの津軽線を復活させるんじゃなくて、まあ、大体の交通手段も検討してくださいっていうふうに言ってるわけですね。そうですね。そうなので、まあさっきも紹介したバスとか乗り合いタクシー、これを使ってほしいという声があるわけですけど、まあそういう難しいね。一概にやっぱり復活させることが正義とはちょっと僕も言えないなと思うんですよね。まあそうですね、いろんな側面から見て、まあ、鉄道を復活させるべきなのか、それとも代替の交通手段を用意するべきなのかっていうのはなかなか結論が出しづらい話ではあるんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね。
はい、またちょっと場所を移動してきたんですけど、大角君、この後ろにあるトンネル、これただものじゃないんですけど、なんだかわかる？これこれあれじゃないですか、これ、青函トンネルじゃないですか。そうなんだよ、本当トンネルの王様ですよね。ですね、はい、青函トンネル、日本が誇る青函トンネルですけど、そう、この本州側の入り口が、まあ、ご覧のような感じで、なんか広場みたいな感じで整備されてんだよね。そうですね、そう、だから入り口の間近まで来ることができると、はい、いうことですけど、いやー、まあ、今回津軽線の休止区間巡ってきたわけですが、JR 東日本管内って、まあ、同じような感じで休止になってる路線って他にもあるんだよね。ありますね。米坂線っていう米沢から坂町までを結ぶ、路線もこれも同じく、まあ、同タイミングの台風で、被害を受けて今休止中ということになってます。で、まあ、状況的には、まあ、この津軽線ともあんま変わらないということで、やっぱ肝になってくるのは、まあ、自治体がお金を出すかとか、まあ、そういうことになってくると思いますけど、まあ、こういう難しい話はとりあえずは抜きにして、この津軽線を大角君だったら復活させてほしいか、それともこのまま残さず廃線でもいいのかっていうと、大角君どっちがいいと思う？まあ、難しい議論抜きにして考えたら、それはもちろん復活はしてほしいですよね、うん、まあそうだよね、うん、我々鉄道ファン的にはやっぱり、ね、津軽線の終着駅は三厩駅だっていう、まあ、こういうね、なんていうの、熱い心というか、まあ、そういうのはやっぱり捨てきれないところはあると思うんで、まあね、本当復活してほしいですよね。ですね、はい、まあ、今後どうなるか分かりませんが、我々は津軽線の復活を心待ちにしております。はい、はい、じゃあこの動画はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。